こんばんは、ミルです。今回はまったりフレンドと海岸探索の後編になります。3分割になっていた動画を1本にまとめて変換したら、容量がとても大きくなってしまってパニクりました。私の全てを込めたつもり。私の全てを込めたつもり。さっきは黙り聞いて。着々とクライアントオーダーを達成しております。今回の海岸は広いですね。お、エルさん、おめでとう。素晴らしい。今、変な声が聞こえたような。なんだったんだろう、さっきのは。マップで見ると真ん中あたり行ってないから何か出てくるかも。
Void!赤い雷が降り注ぐ中、なんか降りてきたー。 Emergency Code Present。 この日あたりに行けました。笑い。全員召されていくのであった。珍しいものも見たし、さて、ボス部屋に向かうか。全体のレベル50になりました。レベル50になったので、次回からはレンジャーで旅をしようと思います。またブレイバーの装備やスキル振り分けなどもご紹介できたらいいなって思っています。
ボス部屋です。私の全てを込めたのに。今回のお相手はこちら。この演出、昔のファンタジースターにも同じようなのがあって、初戦の時は、とても懐かしく感じました。調子に乗って貫通矢ばかり撃っていると PP が足りなくなりますから。うまくタイミング合わせれば簡単にバリロボスを一時的に乗っけることができます。
クイーン。無事倒すことができました。成功確認。期間を終了します。ご視聴ありがとうございました。